呼びかけに応じて馳せ参じました。私は夜を歩く者、光を嫌う者、闇を誘う者、希望を殺す者。ある時はペルセフォネの末裔、ある時はメフィストフェルスの娘。驚いているのですか？私を呼び出しておいて、かわいいお顔をするのですね。いいえ、責めているわけじゃありませんよ。あなたは私を呼んだ。私は呼びかけに応えた。あなたには願いがあるのでしょう？叶えてあげられるかは、対価次第ですが。ウルプルギスの白夜を越えて、サウィンの炎をくぐり、死者の火の門をくぐった私に、あなたはそれ以上の楽しさを、私に感じさせてくれると。夏至の日の惨劇より甘美な存在だと証明してください。そう、あなたは私の手のひらで美しく踊ってくれると。手のひらで踊らされるのは嫌ですって。面白いことを言いますね。気に入りました。ちょっとだけあなたに興味が湧きました。あなたを見ていたくなりました。いいえ、違います。思い上がらないでください。別にあなたに惚れたわけではありません。あなたはモルモットです。アツカネズミです。ワシミミズクです。私にとっては替えの利く使い魔みたいなものです。ただ、もし私以外に殺されたりしたら、きっとあなたを殺した相手を殺すでしょう。もし私の見えないところで死んだら、きっとあなたを何度も殺すでしょう。その程度にお気に入りました？それは愛ではないかって？いや、魔女にとってそれは大したことではないのです。でも今はあなたと契約して刺激されることに甘んじましょう。でも今はあなたの従者として仕えることを受け入れましょう。さあ、一生消えないスティグマをあなたに。さあ、後悔の効かない悪夢をあなたに。あなたのすべてを対価として私に？さて、あなたのすべてをかけてまで叶えたい願いって何でしょう？私のすべてが欲しい？私のすべては、あなたの命程度じゃ買えませんよ。いいでしょう。あなたの命が消えるその日までに、私のすべてをあなたに預けられると思わせてくれたら、その時は、せいぜいあがいて叫んで、もだえ苦しむ姿を隣で見させてくださいね。呼びかけに応じて馳せ参じました。私は夜を歩く者、光を嫌う者、闇を誘う者、希望を殺す者。
ある時はペルセフォネの末裔、ある時はメフィストフェルスの娘。驚いているのですか？私を呼び出しておいて。かわいいお顔をするのですね。いいえ、責めているわけじゃありませんよ。あなたは私を呼んだ。私は呼びかけに答えた。あなたには願いがあるのでしょう？叶えてあげられるかは対価次第ですが。ウェレプルギスの白夜を越えてサウィンの炎をくぐり、死者の日の門をくぐった私に、あなたはそれ以上の楽しさを私に感じさせてくれると。夏至の日の惨劇より甘美な存在だと証明してください。そう、あなたは私の手のひらで美しく踊ってくれると。手のひらで踊らされるのは嫌ですって。面白いことを言いますね。気に入りました。ちょっとだけあなたに興味が湧きました。あなたを見ていたくなりました。いいえ、違います。思い上がらないでください。別にあなたに惚れたわけではありません。あなたはモルモットです。アツカネズミです。ワシミミズクです。私にとっては替えの利く使い魔みたいなものです。ただ、もし私以外に殺されたりしたら、きっとあなたを殺した相手を殺すでしょう。もし私の見えないところで死んだら、きっとあなたを何度も殺すでしょう。その程度にお気に入りました？それは愛ではないかって？いや、魔女にとってそれは大したことではないのです。でも今はあなたと契約して、刺激されることに甘んじましょう。でも今は、あなたの従者として使えることを受け入れましょう。さあ、一生消えないスティグマをあなたに。さあ、後悔の効かない悪夢をあなたに。あなたのすべてを対価として私に？さて、あなたのすべてをかけてまで叶えたい願いって何でしょう？私のすべてが欲しい？私のすべてはあなたの命程度じゃ買えませんよ。いいでしょう。あなたの命が消えるその日までに私のすべてをあなたに預けられると思わせてくれたら、その時は、せいぜい、あがいて叫んで、もだえ苦しむ姿を、隣で見させてくださいね。